あなたにとってお休みってどんな日のことを指しますか？こんばんは、小室ゆりの夜サプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組。今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒しところ薬務庵、琉球食系トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県FM 大和の2曲ネットでお送りをしております。小室さんっていつ休んでるんですかってよく聞かれるんですよね。実は本日はですね、ホテルで収録をしております。今がね、何日だ、1月の22日の月曜日で、翌1月23日が朝6時から埼玉県埼玉新都心倫理法人会様で講話があるので、前乗りと言って、事前に移動してきているんですけれども、でホテル取ってもらってね、今日はこちらに宿泊しております。こういう時間が私にとっては休憩なんですよね。休みだって言って何かをするっていうのはそんなにこう習慣的になくて、移動している車の中とか出張に行った先の旅館とかホテルでのたった一人の時間っていうのが私にとっては有意義な休み時間になってますね。もちろんね、コーギーのクーさんをモフモフするとか、最近ね、スーっていうね新しい技ができたんです。コギスイっていう、たまらんのですよ。耳と耳との間のこう頭のてっぺんのあたりをね、こうって吸うとね、最高の癒しになるっていう、きっとこれはペットを飼っている方だったらわかる話だと思うんです。コギ吸いとか猫吸いとかウサギ吸いとかね、いろいろ吸いってあると思うんですけど、吸い仲間募集したいと思いますということで、普段とは少し違う音質でお届けになるかと思います。今週ですが、元気にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、サプリなお客様。今週はね、男性の健康課題を真正面から取り組んでいる看護師マッキーさんにご出演いただきました。マッキーさん、 YouTube チャンネル現在10万人を突破されているという素晴らしいご経歴をお持ちの看護師さんです。もう夜サプリならではのお話も聞いてきておりますので、楽しみにしていてください。そして4週目なので、妊活一言サプリ。妊活といえば小宝鍼灸師市毛真也先生のご登場です。こちらも期待していてくださいね。さらに DMM オンラインサロン等とサブスクリプションが大人気です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修による週末の占いサプリ、今月は2024年の全体運を鑑定していただいておりますが、今週は健康運を占っていただきました。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談をお待ちしております。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のヴィレッジ、
www.sui.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信をしてくださいね。たくさんの応援メッセージお待ちしております。本日のサプリなお客様、素敵なゲストが来てくださっています。メンズヘルス専門看護師、 YouTuber でいらっしゃいます看護師マッキーさんです。マッキーさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では、いつもリスナーの方々、はじめまして、看護師マッキーと申します。と、現在 YouTube がついにですね、チャンネル登録者数10万人となりました。男性更年期障害だったり、なかなか男性方が教育を受けられていない科学的なこの下着の中の悩みなどについて発信をさせていただいております。で、昨年ですね、後ほどお話をさせていただきます教養としての写生という本を出版させていただきました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ライフサイエンス出版から発売されているメンズヘルスナースがこっそり教える教養としての写生という、こちらの書籍、はい、私も読ませていただきました。ありがとうございます。すごいドストレートにお話しされてますよね。はい、周りくどいことを男性はあまり好みませんので、一問一答形式でパン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 と、はい、答えさせていただきました。帯に書いてあるのが、看護師×写生イコール教養。そうですね、やはり看護師というのは資格ものがあるように、皆さんやはり大好きなんですけれど、はい、もう皆さん大好きなんですね、はい、そこに写生をかけるとエロに行くかなと思いきや、実は本当に教養として皆さんに持っていただきたい知識というところで、もっと思っていただける、はい、タイトルや帯になっております。マッキーさんの10万人ご登録者がいらっしゃる YouTube でも、やっぱりメインでお話しされてることの一つがこの写生なんですか？写生についてもそうですし、写生に至るまでのその地位行為の、まあ、不適切な方法によって妊娠するのに男性不妊になってしまったりっていうのはありますので、そこのところは、量としてはご質問がとっても多いので、はい、数として多く発信させていただいております。やはり最初はこう色物として見られたので、まず女性が言うのがおかしいとか、まあ、気持ちが悪いとか、そんなことして恥ずかしくないのだったんですけれども、最近では結局メンズヘルスというのは、血管が元気でなければ、はい、陰茎がこう勃起をしたり射精もすることができないことが分かったので、健康診断の結果をもう少しちゃんと考えようかなっていうコメントもいただきました。おー、すごいですね。勃起と射精が血管っていうこのキーワードってなかなか出てくることじゃないですよね。血管のことなんて考えず、ずっと自分は現役だと思っているんですけれど、はい、やはり体と隣接に関わっているっていうところは、うん、皆さんあまり知らなかった印象があります。まあ、そもそも私たち日本人ってやっぱりこの性の情報を取りきれてなかったですもんね。もちろん教えてもらってなかったっていうのもあるとは思うんですけどね。生理とかについて結婚するまで知らなかったっていう方もいらっしゃいました、まあ、射精はね、自分の体に起こることだけど、生理について知ってらっしゃる男性のまあどれだけ少ないことか。本当です。毎月あるんですよって言いたいぐらいですよね。本当ですよ。それ以上にこの男性自身が自分の射精についてのメカニズムだったりとか、そこにまつわる心理、この変化っていうのにも今までこう知識がなかった、知ることができなかったっていうのは大きな問題だなって私は個人的に思ってるんですよ。小室さんのその発信を、はい、見ていると、そういったところにも発信されているので、実はこうお会いする前ずっと追っかけてました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。本当に
色物として写生を捉えている方っていうのがすごく多かったんですよね。この写生という字は、私あの看護師としては昔ですね、ノートいっぱいに写生という感情を練習した身なんですね。え？あのテストで、はい、あの体の仕組みのところで写生という漢字が書けなかったら点数マイナスにされるので、はい、もう一生懸命練習したので、はい、全く私は色物ではないんですけれども、はい、あの小室さんおっしゃったように、まあ、9割ぐらいの方は、まあ、まだまだ色物として、そして男性の中でもちょっと恥ずかしい言うのがっていうふうに感じています。男性にこそ教養として写生のことを考えてもらうことで、実は男性自身が楽になっていくことでもあるんじゃないのかなって思うんですけどね。そうですね、あのやっぱり50代の方は、あの私が50代の方でも恥ずかしいと思うワードを連発して、しかも楽しそうに言うので、はい、それでちょっと自分がこう恥ずかしいと思っていたことが恥ずかしいことに気がついて、当たり前のことなんだから、そして今後寿命が延びましたので、はい、少しでも現状維持ができるように男性としてちょっとかっこよく居続けたいって思っている方も中にはいらっしゃるので、こう続けていくことの大切さと、あとはこう明るかったり当たり前ですよっていうことが本当に大切なんだなとは実感してます。その年齢の方ほど更年期入った時のご自身の体調管理、そしてメンタルの管理っていうのをやっていくことがかっこよさにつながると私思うんですけど、マッキーさんどう思います？おっしゃる通りです。もうドンピシャです。だってね、男性ホルモンずっと出続けるわけじゃないですか、死ぬまで。上手にお付き合いしていくことでしょ、はい、って思うんですよね。男性はなかなか同性同士でも悩みを打ち明けられないので、少しずつ少しずつ助けてください、教えてくださいという練習をしていった方が、80歳になった時に頑固自身になりません。男性はこれからノートに教えてくださいっていうのをマッキーさんが写生って書いたように、教えてください、教えてくださいって一生懸命書いていくって練習をアウトプットしていく。教えてくださいって言える男性って素敵な方多いですよね。私本当にそう思います。素晴らしいな、素敵だな、そして言われた側も嬉しいんですよね。あ、頼ってもらえた、私で良かったんだなと思えるのですごく嬉しいです、うん、そんな男性の教えてくださいを上手に YouTube で引き出していらっしゃるのが看護師マッキーさんということで、ありがとうございます。はい、それでは看護師マッキーさんから、このメンズヘルスナースがこっそり教える教養としての写生のご案内をいただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。もしですね、私の教養としての写生をご購入いただいた方は、夜な夜な検索する時間を10時間以上減らせる自信があります。それはなぜかというと、100本以上の論文と文献をもとに医師の診断基準を書いているほどのライフサイエンス出版社から出版できましたので、論文をですね、適当に切ってネットに上げているものをすべて駆逐できますので、本当のことが知りたいという方には非常におすすめな書籍となっております。はい、以上です。時短になるんですね。はい、のこれどうかなって皆さん検索すると思うんです、夜な夜な。夜な夜なね。そうすると一番上にあるクリック率が高い広告に行ってしまって、あれよあれよと知らないね、この詳細のところに行ってしまうんですけれども、それらの記事は全てその商品を買ってもらうために設計されてますので、論文の論拠なんてどこも書いてないんですよ。うん、はい、なんでいいことも悪いことも全て、本では書いてます。こういう研究があるけどまだ
研究段階で断言はできないけれども、こうじゃないですかっていうところは書かせていただいているので、そこである程度の基礎知識を持っていろんな商品を見ていただくと、本当に自分に必要なものにたどり着いていただけるかなと思ってます。ぜひ YouTuber 看護師マッキーさんのチャンネルもご覧いただいて、チャンネル登録をお願いできればと思います。インターネット検索は看護師マッキー、看護師マッキーでご検索をお願いいたします。はい、それでは本日のサプリなお客様、メンズヘルス専門看護師 YouTuber でいらっしゃいます看護師マッキーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押したり構造とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月4週目は妊活一言サプリ、ご担当いただくのは小宝鍼灸師市毛真也先生です。今月は卵子凍結についてお話しくださいます。それでは市毛先生、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。妊活一言サプリ41回目の今日は2024年初の出演となります。はい、実は私は消防団の一員でもありまして、今回の震災については本当に考えさせられるものがありました。まずはお亡くなりになった方々には深く哀悼の意を捧げるとともに、ご家族や関係者の方々には心よりお悔やみ申し上げます。本日は卵子凍結についてお話をしたいと思います。昨今働く世代の女性に対して、社会的適応による卵子凍結を希望される方というのが、多いと思います。実は私の担当する方にもいらっしゃいました。その方はですね、24歳で卵子凍結をしました。卵子18個を凍結して、30歳過ぎてから、凍結卵子を誘拐して、で子供がすぐにできるんじゃないかと思っていたんだけど、実際にはそうではなかったという、この方だと18個の卵子が採卵されたわけなんですが、排卵法というところまで育っていって、しかもこうグレードが良かったというのが一つだけだったんですよね。で結局、この方は妊娠に至らなかったという結果もあるわけです。もちろん凍結が悪いというわけではないんです。いつかですね、いつか子供を望む時のために、いわゆる保険的なこう凍結というものの考え方というのは少し違うじゃないかなという、社会的な適用による
卵子凍結をしたとしても戻すタイミングというのをしっかり考える必要があると私は思っています。採卵した卵子のうち妊娠可能な範囲にまでこう育つのにどれぐらいの割合だと思います？これね、2から3割程度っていう報告があるもあるわけですよ。だからいつか将来のための卵子凍結はそのいつかをしっかり考えてした方がいいですし、もし子供が欲しいけどと思っていて、で今はちょっと忙しいからとかでもう少ししてからと思って卵子凍結を考えている方がいらっしゃいましたら、私は言いたいです。それね、今なんですよって、今が妊活のタイミングなんですと言いたいです。はい、それでは今日はここまでです。もっと聞きたい、もっと知りたいということがありましたら、いつでもご質問やお気軽にご連絡ください。私訪問施術もしておりますので、家に行きます、あなたのところに行きます。いつでもお気軽にご相談ください。プロフェッショナルが言うその一言って本当に重いなって感じました。私たち便利なものがいろいろできて、それこそ長生きするっていうことも、なんだろう、調整できるというか、トライできるというか、ただそれが決して一般的な話ではなくて、そういうチョイスもあるよっていうぐらいなものだと思っておかないと、みんながやるから、周りがそう言うからと言って自分らしさというものを忘れてしまいそうになる、そんな気もしましたね。令和を生き抜いていく今だからこそ、自分というものにしっかりフォーカスを当てることが必要なんじゃないかなと思いました。市毛先生、ありがとうございました。99% の人が楽になったと実感。ここにしかない極上の癒しをあなたへ。子宝鍼灸師、市毛真也先生が運営するトータルボディケア、ココアへのお問い合わせは、インターネット検索、ココア鍼灸、KOKOA 鍼灸でお願いいたします。踊れ踊れ私の占いサブリ。DMM オンラインサロンやサブスクリプションが好評中です。占い癒しところ薬務庵オーナー、萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週も12星座で占っていきます。2024年の星座別健康運です。それではセクシーに参ります。お羊座、今年は気分のアップダウンに注意が必要よ。ごらごら、私のボディーラインを見ていろいろ興奮しないでよね。お牛座、今年の前半はとっても調子がいいんだけど、後半は疲れやすくなっちゃうかも。夜の持久力のある人だから筋肉は鍛えておいてね。双子座、太ももが発達している人は健康的な生活ができるそうよ。がっしりとした下半身ってとっても魅力的よね。カニ座、会話するって気持ちを明るくしてくれるわね。言葉攻めされたらゾクゾクっとしちゃうかも。獅子座、今年一年は調子がいい日が多いのよ。でも使いすぎによるぎっくり腰には注意してね。私のためにね。もうえちち。乙女座、気持ちが落ち込むと回復まで長い時間がかかりそう。
あんまり無理しないで。私と一緒にこたつの中でぬくぬくしない？天秤座。急な運動はかえって体を悪くしてしまうわ。普段から私と体を重ねて動かしていれば、とってもいい汗がかけるんじゃないかしら。サソリ座。睡眠の質が健康に関わっているのよ。これから二人で使うベッドのマットレス、選びに行かない？いて座。食欲が旺盛になっていろいろと食べられちゃう一年よ。お腹がつっかえて食後の私とのお楽しみができなくなっても知らないからね。ヤギ座。瞑想は心を安らげて落ち着きが返ってくるわ。もうエッチなことをイメージするのは妄想って言うんだからね。バカ。水亀座。他人とのスキンシップが健康の秘訣よ。私と濃厚なスキンシップ接触してみない？魚座。頑張りすぎて体に負担をかけていないかしら。全身のコリをほぐして気持ちいいことしてあげる。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。薬務先生ありがとうございました。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室由里と、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ薬務庵、琉球食系、トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後は FEC チューンド。水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着海里さんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。恐れていることをやってみろ。そうすれば恐怖心は跡形もなく消え去る。アメリカの思想家ラルフ・ウォルド・エマーソンの名言です。恐怖心って怖いことを真正面から見ることのできない自分自身だったりするのではないでしょうか。怖いな、不安だなと思った、そんなことでもほんの少しのチャレンジという勇気を持つと、また見え方も変わっていくと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたに